材料で簡単に作れるようにしていきたいと思います。はい、でまず卵ですね。卵と卵は M サイズ、 M サイズですね。モアイアンで普通のサイズで、あとはこれが砂糖ですか。砂糖、はい、砂糖でと塩と、これはだしですね。日本のだしですね。日本料理には欠かせないですね、うん、とあとこちらがフライパン、そう、卵焼き器ですね。はい、はい、まあ、こういう四角の形がないくても丸くても別に、まあ、やろうと思ったらできるんで、まあ、四角があればいいですね。そうですね、はい、まあ、これはなかなか見つけるのちょっと難しいかもしれないですね、うん、とこちらがこれ、これはあのね、下駄ですね。形を整えたり、うん、上から押さえたり、そう、押さえるために、形をきれいにするためにそういうことです。はい、はい、とこれは菜箸ですね。はい、これで巻いて、これで作っていきます。はい、では卵焼き作っていきましょう。はい、はい、はい、では早速卵焼きを焼いていくんですけれども、はい、やってみましょう。はい、これはもうすでに混ぜてあるやつですね。そうですね。これ卵何個分くらいですか。7個で僕やってます。はい、はいはい、あとよく混ぜるとこと、あの白身を残す人と、そういう、あとエビのすり身だとか白身のすり身だとか入れるお寿司屋さんもいるし、まあなんかいろんなことが、いろんなやり方があるってことですよね。やってみましょうか、とりあえず。そうですね、自由にとりあえずやってみるってことですね。そうですね、はい、フリーダムで、フリーダムでいきましょう。火はあんまり強火じゃなくて弱火の方がいいですか。そうですね、僕は中火から初めて弱火でいくんですけど、まあ、あんまりこう強いと焦げちゃうってことですね。そうですね、熱いともうやりにくいんで、うん、はい、すごいスピーディーな動きになってしまうんで、まあちょうどいいとこ、これはもうやってみて見つけてください。そう、いや、自分のやり方を見つけるってことですね。うん、そうですね、だからまあ温度はあとはこう手をかざしてみて、あったかいくらい、そういう感じです。はい、あったかい、あ、熱いなと思ったらそれでいいですよ。でもうもちろん最初から油を敷いてて、油はこれは何油ですか。トーネスオール、ひまわり、ひまわり、トーネスオール、そう。まあお玉ね、用意して普通に、おっ、ね、でこういう風に泡が出てくるんですけど、こうブクブクブクって感じですね。これが隙間になっちゃうんで、こう油をして、ちょっと熱すぎるなと思ったらもう火から外してもらっていいんですよ。なるほど、その方がやりやすいってことですか。そうですね。でまあ普通はあの上からやるんですけど、下からやったりもできる。はい、こう一回ですね、大箸で巻いていく感じで。で、一度に全部入れるんじゃなくて、少しずつ加えていくってことですか。そういうことですね。で、あんまり多すぎたなと思ったら別に戻してもらっても構わない。なるほど。はい、まあ、そういうことです。はい、で、横をこうやって外すでしょ。こういうふうにね。なるほど。で、あとはもうこうやって巻いていきます。はい、こう簡単そうに見えますけど、こう意外となんだコツがいるんですよね。そうですね。でちょっと乾いてきたら、はい、油を少しなじませる感じで、もう、うん、油を足すんじゃなくて引いていく感じで、逆で。なるほど、はい、こういう感じです。でちょっと今温度が下がってるから、こうジューッと音がしないから、もう少し置いてみて、ちょっとじっくりその焼けてるかどうかをちゃんと見ながらやるのがポイントですね。そういう感じですね。横外して、はい、こういう感じで止まったらいいと思います。で、おっ、ひっついたりするんでね。まあ、面鏡面に。常にこう寄せる寄せる寄せる感じですか。そうですね。乾いてきたら、油を少しなじませて。
こういう感じですね。よく見ながらこう油を足したり、そうですね、していくね。後から型もつけれるんですけど、綺麗に巻いたらあんまりその型つける必要もないし、そうですね、ここからこううまく、なるべくうまくやっていくのが大事なんですね。そうですね、リズムが大事ですね、こういうのは。で、おっと、ね、で、まあこれちょっと高さが今超えましたよね、この幅の。なるほど。したら少しこう押さえてあげて、形を整えて、ね、形を少しこう、こういう立体的なもんなんで縦に上げて押さえて、でもこっちからあんまり入れないようにして、なるほど、上からと横の幅をこう合わせてやって感じ、はい、力はあんまりこうギュッと入れてはいけないんですか。潰れちゃいますよね。そうです、うん、整えるぐらいであんまりこう押さないように。押さないですね、はい、うん、割とで、卵のすごい焼けるいい匂いがします。そうですね。でもこれもさっき言ったけど、やり方いっぱいあるんで、そうですね、うん、自分に合ったやり方を見つけるのがいいですね。全然、はい、これ最後ですね。最後は僕は油じゃなくて、油を敷かずにもう乾いた感じで一気に、そうですね、やってしまうと綺麗に出来上がると思います。でこういうふうに最後乗せてあげて、で、さっきと一緒ですね、こう型をつけていく、はい、こうしてもうできますよ。はい、で、まあいいですね、もうこうあんまり入れすぎると、まあ、ボコボコになるし水分飛ぶんで、僕はこれぐらいでやってます。そしたら、最後に湯気して、まあこういう、ごめんね、出来上がりました。すごく綺麗です。はい、はい、卵焼きいかがでしたでしょうか。旅の夢、今日もいつも元気にオープンしております。はい、ゼロ円メディアの方もゼロ円メディアでアクセスして、ぜひインターネットの方を見てみてください。ゼロ円マガジンの方も X マルセイユで配布中です。無料配布中です。また次回やりましょう。またね。涙した日もあった。